青鬼、やっていきたいと思います。どうも、ティアです。今回は、スイッチで発売された、青鬼を、やりたいと思います。なんか、喋り方、坊ちゃんみたいなのでやめますで、 えー、今回なんですけど、まあ、青鬼といえばね、まあ、PC ゲームの、まあ、祖と言っても過言ではないホラーゲームなんですけど、まあ、こちら青鬼は、スイッチへ移植された形ですね。で、今回増えてるのが、この青鬼の愛編乱編なんですけど、こちらをプレイしたい,きたいと思います。よろしくお願いします。おお怖っ <laughs> ちょっと怖いなー <laughs> なんだこの怖い画面はは <laughs> じめから続きから。あとなんか実績みたいなんで、三つ。やっていきたいと思います。おぉ街発電がある、とある館。ちょ、っと愛、愛なんだ <laughs>。愛ちゃんなんだね。ランちゃんだと思ってた。道の館の部屋で目が覚めた。あれここはどこミカと一緒に来たぞ。ミカと一緒に来たんだ <laughs> ミカの杖か、お前。 ミカいるの出てきてよ。コントローラー揺れる。今ね、気づかなかったと思うんですけど、コントローラー揺れましたね。なんか、扉通ってったしな。とにかく外に出なくちゃ。あ、動ける。えっと、スティックで動いて、んあ、X で、あのー、開く。ドーンドーン <laughs> SE がドーンドーンっていうんだけど、いちいち <laughs>。死んだ回数って出てるやん。いやだ、死んだ回数は0回で行きたいですね。はい。おお。今回は新規のマップなんだね。んで。う,うわあ <laughs> びっくりしたタ,タンスカー出てくるなんて、そんなことあるかでかくないちょっと青にでかいな、君。知らない土地の逃げ回る。 知らないっちょ、に、逃げ回るか。いやあうはははははは。愛 <laughs> は、ブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。死んだ回数1。ああ、死んだ回数が増えちゃってるよ。死んだ回数オートセーブ0回で行きたいって言ったのに。もう、ちゃんと把握してないから。マップを把握してなかったわ。どっち ここは隠れられるってことだよね。死体追いつかれちゃったんだよ。こっちか。こっちが、あれか。うおー来た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 来いに来るね、君君、だいぶ踏いに来るじゃないどっちこっちとりあえずね、扉をこう、パンパンやっとけばね、なんとかなる。どっちこっち おし。これろうそく何ろうそくが気になるんだけど何もない。調べられたりはしない。A で調べるで合ってるのかなてか。A で調べるで合ってるのかなでもさっき扉開けたとき、ここを開けたときは A だから、A なんだろうな。ろうそくは何もない。この見つかるためにコントローラー振動するのを作り込まれてるね。 青い石を手に入れた。急に手に入れたな。青い石。何に使うんだろう。押せたりはしない。え行き止まりじゃんここで追いつかれたら終わるぞ。ここで追いつかれたら終わるな。ちょっと怖いな。とっとこっち行こう。 おぉう,うわーなんかタンスが出てきそうやだここから出てきたらやだな。おぉ入れる。あ光ってるのが二つ壊れたガラス玉だ。特に使い道はないようだ。壊れたガラス玉特に使い道はないようだ。えぇ二つも何もなしか。これはあ何これあ木の人形 ほう、木の人形。ここは入れる。さっきここが出てきたんだよね。そうそうそう、そう、さっきここが出てきたんだった。危ねあ危ね同じ鉄を踏むとだだった。<laughs> まあまあ、逃げ方は分かってる。だいたい分かってる。ここだここだおー立体的になったい大丈夫でしょ見つかってないべ。 あ、振動がなくなった。あ、振動がなくなるとこ出れる。なるほど。よし、セーブをしよう。よし。あえミカミカでしょよかった探したよミカおーミカーなんで立ち向かってくんや、自分は <laughs> カツラをかぶったやつにやられてしまった。 ブルーベリー色のおかっぱ巨人に追いつかれてしまった <laughs>。ちょっと笑いを誘うのやめろよ <laughs>。愛は、ブルーベリー色のおかっぱ巨人に追いつかれてしまった <laughs>。しかも、自分立ち向かってしまった思わず <laughs>。なんで立ち向かったんや。あれミカいなくなってる。あ、なにそういう感じになるのこっから出てくるんじゃない出てこない。もう、死んだ回数が記録されてるのは生々しくて嫌や。 大丈夫かなこれエンディングがさ、分岐しちゃうとかないよねあのー、死んだ回数で。ありそうなんだけど。お、来たこれはなんか予測できたなー原作があわりでもあったからね。原作っていうか、まあ、これも原作なんだけど。まあ、あこれは予想できたからいいや。カチャ。カチャ。よし。さっきの予測できたからいいや。全然。 さあ何があるかなこっちになんかあるかなこれは赤い石を手に入れた。これあれじゃないのさっきの人形あったんじゃないですか。人形、木の人形。まあ、さっきもそこまで行こうかな。ここに、赤石と青石と人形の頭があれば入ると思うんだよね。多分。なんかそんな予感はする。 おお、<laughs> びっくりしたー今のよく回避したな今よく回避したな今の待ってやばいえっうわっうわっうわっ<笑><笑>なんだよあのドアドアノブじゃねーか <laughs> えかえおえ ああふわってに驚いてる場合じゃなかった <laughs> <laughs> あ。愛は、ブルーベリーのお客部人じを追いつかれてしまった <laughs>。いやいやいや、ここ入ったらさ、ふわってぃんだもん。ふっわかるぜお前の動き。こうして、あいつは直線だけ速い。直線だけ速いという特性を持つ。 え、閉まんないの <laughs> これ閉まんないのか危ねえ。これ閉まらないんだね。じゃ、セーブしとこう。壊れたガラスは特に捕まえないようだ。嘘ないのかえ、何これ閉めてガサ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 ってできるわけじゃないのね。マジか。何かあると思ったんだけどなあ、待って。こんな風に光るものが。 人形の頭を手に入れた。来た。これじゃない。あ赤石を人形の右目にはめ込む。人形頭。で、青石を左目にはめ込む。こうだ。で行くんじゃないのもうゴール近いもしかして。割と早いこれをも,もしかして。ちょっと気になるな、下の方。気になるけど。 え何もない行き止まりここにおったら終わるで。動かせたりはしない。何もない。じゃあ、人形のタワー埋め、埋め込みに行くか。え青鬼なのに待機してる。こっちにケツ向けてる。青鬼じゃないかもしんないね。 まあ、そうだよな。青いんじゃないかもしんないね。ありえないよね。そ、そこまで来ておいて。危ない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 大丈夫大丈夫大丈夫だ今度は大丈夫だ。さっき机に引っかかったんだもんだって。あれはうまいこと考えてあるわ。机に引っかかっちまったよ。ここ、ここ。ここに思いっきり引っかかっちまった。下かなあ、大丈夫だった。よし。これは 何これ !4488 そうだね44の88のところにあるが4488だろうね何これ座標セーブしてこれはわえっとね25の25ニコニコでどうでしょう数値が違うようだこれはピアノは ピアノは調べられない。意外にも。え、意外にも調べられない。気になるなぁ。まあ、今はとりあえず、目先の、謎を解きに行きましょうか。ここだね。ここに、人形の頭を入れる。お入った え扉嘘え、ゴール脱出の安心感からが、私は意識を失い、気がついたら、病院のベッドの上だった。あの床は何だったのか、そして美香は。あれから、何度も繰り返し同じ夢を見る。 部屋が無限に続くあの洋館の夢をえっおおあーこれで一周終わりって感じかな多分実績だと思うんだよねいやーマジかえ青にさ慣れてるから一度も知らないと余裕ぶっこいてたんですけどね僕 <laughs> 僕ね、あのー、青にそこそこやってるから、多分ね、一度も知らないと余裕をくぶっこいてたんですけど、7回ぐらいやられてましたよね。<laughs> なんだかんだで、ね。嘘ちょっと、え、やられないで、行ってみたいんだけどなゲームクリアはい、ありがとうございます。ゲームクリア。んああ、愛の脱出まで記録。 歩数1400、死んだ回数6、スコア D、<laughs> ランク D、すいませんでした。あスタート位置が違うさっきはへと部屋の中だったのに、館の部屋、部屋通路じゃないここは、どっちかといえば。<laughs> あ、もう何も言わない。<laughs> じゃあ、死んだ回数0のまま行きたいですね。死んだ回数0を目指します。 違うおー来たーまぁ、あ、やばいまたし、見知らぬ土地に逃げないといけない見知らぬ土地に逃げないといけなかったでも、基地感のある部屋が多いね、やっぱり。ギーギーマ引きつけて、ここよし死んだ回数ゼロを目指しますあ、ここに繋がるの 一つだけタンスがない。あ、え、タンスばっかりの部屋絶対どっかになんかさ、入ってるでしょほら、見てみに <laughs> ほら、見てみにさまあ、でも、言うて、死んだ回数ゼロを目指す僕にはね、たやすいことですよこれはもう、ぐるぐるループできるのが分かったから、ぐるぐるループできるから、OK, OK, 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 OK. これループできるのが分かってるからね。タンスばっかりだなぁ。えまた人形の頭だよここ。また人形の頭がある。ここはあ、入れる。入れるけど。ちょっと怖いな。ここに意味深なタンス。うわっ 下かな、うん、下だな。これはこっちだな。引き寄せて、引き付けて引き付けて引き付けて、で、こっち行く。あー、オッケー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 あんなのが意味深な炭素あったら困るだろう。炭素多いな今回は。さあ、ここの先よ、問題は。あるなにこれ 青石。えまた人形また人形の頭これって。からくり的にはそんな気がするけどな。でも。これは壊れたガラス玉。うん。あれ順当に吸っていくわけじゃないのか。 これがあるってことはさ、さっきと同じからくりな気がするね。それとも、死んだ回数が0回じゃないと次のルート行けないんじゃないかなもしかしたら。そういう仕組みあると思います。じゃあ、なおさら死ぬわけにはいかねえな来たよ死ぬわけにはいかねえな スコア D じゃダメなのかもしんない。もしかしたら。そういうのあるかも。OK, OK, 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 OK. またピアノの部屋か。にしても。あ、え玄関じゃん、これ。玄関に繋がってんの。こっちはいけない。 光ってんなー赤赤石。とっとと出たいな。行き止まりはちょっと怖いんで。人形の頭だけだね。えまた人形の頭を埋め込むタイプうわぁくそーくそーマジかよーうわぁ おー、人形の頭手に入れた。これで、あのー、さっきと同じようなことになるんだけど、人形の頭ルートはさっきやったんだよね。ランダムなのか、それとも自分の成績悪いのか、どっちなんだろう。まあ、次ではっきりしそうですな、ね。じゃあ、人形の頭上に行きます。スッと行けるかどうかわからないですけど。ね。行き先におったら、また知らない土地で逃げることになるからね。 こっち。うわあもうまたもういやーもううわやばいくぐれよし人形頭その2ですよ。 これね、死んだ回数を結局のところ同じなんだよな <laughs>。死んだ回数が結局一緒なんだけど。ああ、マーチンの出し子が、出し子私は意識をしない。気がついたら病院のベッドの上だった <laughs>。うん、そうだね。<laughs> なんかそのあたりのこと割愛していい。<laughs> 今度こそ、もうね、あれや。今度こそ、もうゼロ死目指します。もうね。 一回もやられない。一回もやられない気持ち。もうま、もうやられたらそこで実況終了でいいね。ああ、いきます。やれたら実況終了です。これたん出てくるな。これ出てくるな。なるほど。やれたら実況終了でいいね。壊れたグガラス玉は、壊れたグガラス玉は、出てくるんじゃない出てこない。ほう。 ここはああ、やれたら実況しろでいいっす。もうそういう気持ちで挑みます。今回がね、また人形の頭だったらちょっとまた変わってくるんだけど、来たよどうしようかなうわあ、どうしようか引きつけてこっちいや、こっちええ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 えあ、まだ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 うー右が左が右 うわ暗いセーフ終わったかと思ったじゃん終わらないんだよ。そう簡単には。あれ赤い石だね。ええははああああああいったー <laughs> 赤い石だね。赤い石だね。出てくるな。 ま、セーブはしとくけど一応。まあ、でもやられたら実況しいです。人形頭ばっかだね。なんだろう。なんか条件あんのかななんかあんのかなやられた回数ゼロでいくか、なんか別に謎解きがあるか。人形の頭お、スムーズ、スムーズゼロシー行きます。ゼロシーワンチャン行けますね、これ。 慎重に行こう。部屋に入った直後にやられること多いから。部屋に入った直後にやられることがすごく多いから、これ出てくるでしょ。はいあと、この傾向としては珍しくって、あのー、あれだ。2体同時に来ることはないね、青鬼が。 ありがとうございました。